簡単よく飛ぶ画用紙で作る手裏剣。適度な重みと怪我をしにくい形が特徴の折り紙手裏剣である。まず黒い画用紙を1対2の長方形に切り分ける。手裏剣を1つ作るには2枚必要である。折り方は昔ながらの手裏剣とほぼ同じである。2枚のうちの1枚を細長く半分に折ってから、右端を三角に折る。180度回してもう一度折る。もう1枚は半分に折ってから左端を三角に折る。180度回してもう一度折る。上下反転した部品が2つできる。この状態から初めに折ったところに合わせて折り曲げると角が90度になる。裏返して反対側は下から上へ同じように折る。折り上がりはこのような鍵型。もう一枚は上下が逆になっていることを頭に入れつつ、一つ目と同じように折る。左右反転した鍵型の部品が2つできる。真ん中が斜めに割れている方が表である。片方を裏返し万字型になるように組み合わせる。下になっている方の鍵型の部分を折り曲げ、斜めになっているところに差し込む。反対側も同じようにして差し込む。裏返してこの斜めになっている部分に先ほどと同じように鍵型の部分を折り曲げて差し込めば、昔ながらの折り紙手裏剣と同じ形になる。この状態でも画用紙なので重みがありかなりよく飛ぶ。必要な数だけ作り、さらによく飛び怪我をしにくくなるようひと手間加える。手裏剣のまっすぐになっている方を半分に折る。かなり硬いのでしっかりと力を入れて折る。裏側にもしっかり折り返しておく。4つの角をすべて同じように折っておく。折り目の付け根の部分をダブルクリップで留める。手裏剣の先の部分に楊枝などを差し込んで開き、折りつぶす。これも4つの角をすべて同じように折っておく。折りつぶした中に木工用ボンドをつける。ダブルクリップを取り、楊枝の先で中のボンドを広げたら、外側の折り目にもボンドを塗る。折りつぶしたところを畳んで、ダブルクリップで留める。4箇所ともできたら、ボンドが透明になるまで乾かす。完全に乾いてからクリップを外す。先が少し丸くなるよう切り落とす。うまく投げるコツは、手首のスナップを効かせて回転させることだ。これは楽しく遊ぶための手裏剣である。絶対に人や壊れやすいものに向かって投げてはいけない。広い場所で専用の的を作って遊ぶと良い。